なんかアイコンもマッシュルームっぽいね、思ったけど、今思ったけど、厚揚げあげるのやった、違う、厚盛り、そう、今日は厚盛り配信です。ちょ、そう、なんかさ、ゲーム実況的なものをしてみたくて、そう、ゲーム実況でもなんかちょっと機材とかまだ揃ってないから、ね、だからちょっとこれ行動でできないかなと思って、だからやってみますね。そんなゲーム実況みたいな、ゲーム実況じゃない、なんか普通にやるだけ、やるのを見てて、喋りながらやるって感じ。多分この間長い配信を聞きながら疲れ切ってて、爆睡ぶっこいた影響かと。おお、楽しみだわ。今日は、あ、昼間仕事してたのね、お疲れ様です。あのね、うじえが16歳って配信で言ってた。あー、滑ってんね、うじえ、滑り散らかしてますね、うじえさん。恋するスリンキー、こんなタイトル、いやー、ありそう、ありそうじゃない、ありそうじゃない。はい、これです、私のスイッチつけよう。そう、これちょっとさ、時間かかるからちょっと先につけとこう。シャキ様は何歳？え、シャキ様は企業秘密、企業秘密なんだそれ、秘密です。ある年から秘密になりました、私は。あ、ちなみにこれ朝日奈のアイコンです。可愛くない、これ。なんかね、ちょっと覗き込んでんの。はい、覗き込んでます、これ。スタート。どうもり、ゲーム実況ならキリンに任せな。え、やったことあんの、ゲーム実況。ゲーム実況で20万回再生ぐらいバズらせる、だいたのは1回、昔撮ってた。へー、さすが10回に1回、すごいね。すご。アイシー、こんばんは。こんばんは、こんばんは。そこ、今、なんだ。竜はキャラと思ったけど、竜は他にあるよね。ああ、そう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 、他にあるよ。このあだ名の理由ね。あ、見て、いい部屋、いいよ。朝日奈の森を紹介しましょう。そうだね、そこ、あつ森をラジオ配信な。え、これさ、でもラジオ配信でもなくない？だからカッコにしたの。なんかこういう感じ、こういうか、あ、やべ。こういう感じだから、なんかラジオ配信でもないけど、なんか朝日奈は声だけ出演だからラジオ配信かなとか思ってカッコをつけたんです。あ、翼、初見マークがない理由、あー、なるほどね。言ってたけど寝ちゃってたから聞いてないよ、今聞いたよ初めてみたいな感じね。聞いてって、俺すいわ、よろしくね翼。それ画像じゃないの、画像とか思ったら違った。あ、そう、これ画像じゃないよ。こんばんは。シャキリに会う前はどちらかというとアイドルを、そうなの、そんな方が今日見るというあれですね。ちょっとなんか初めてなので、なんか好奇心でやっておりますので、ガチ説教みたいなのやめてください。ラーメン、こんばんは、こんばんは、どうもどうもどうも、朝日奈咲です。シャキサワの森、こんな感じ。そう、今からあれだよ、するよって、するよ、あつ森するよって、朝日奈が
めちゃくちゃ久しぶりにやるあつ森をするよ、雑草を抜くよっていうので、あれやってください。はい、なんだっけなんだっけ、あれやってください。拡散拡散してください。よろしくお願いします。あまへん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。今からあつ森をやります。これが朝日奈咲です。可愛くない？可愛いよね、これ。可愛い。最近おじさんあと朝日しか入らない。あー、ちょっとゆきな見れてないのね。ゆきな朝早いからね、いつもね。じゃ今度は起きてゆきなの配信をマッシュルームは頑張って見るという感じで頑張っていこう。まあ楽しんでくれたら嬉しいよ。楽しんで楽しんでとか言って、まずあなた尊すぎますね、気をつけて。ガチ説教。いや、そう、香取線香こんばんは、ありがとう、おかえり、りょうちゃんおかえり、あちゃがちゃん、あ、ちゃんと朝日奈の顔してくれてるね。おらすいわ。 TA の YouTube とかコメントしようとしてもその時のアカウント悪いから、え、なんて、やってやってよ、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 やってよ。でもキリーってわかんないでしょ、そんな、それあれじゃわかりません。あ、確かにマッシュルームになると俺の名前忘れないでいただけると、サトシ。ラーメン雑草黄緑か、そう、え、めっちゃこれ多分ねすごいよ。そう、え、街こんな感じ、なんかぼやけてる、こんな感じ、こんな感じです。はい、ユキが配信するときは僕寝てます。起きよ、頑張って起きよ。あつ森関様もいいが、やっぱりせざ、あつ森の関様もいいが、やっぱりいいがやっぱりあるが一番可愛いよね。ええクソなのじゃな、頭掘ってあげるぞ。そう、今から掘るじゃない、今からどうしよう。そう、ちょっと紹介しよう、私の家を。いや、その配信で配信するのは私を迎え置いてすぎるあるわ、ありがとう。あ、たつゆこんばんは、こんばんは。とりあえず読みよう、手紙見るわ、とりあえず。なんか買ったっけ、てかその動物盛り、あ、お気づきだろうが。でもこれすごくね、久しぶりに読んだよね。だからさ、めちゃくちゃさ、雑草がすごいの。だから今からその雑草がすごいから、それを撮りながらルームツアーみたいなで、朝日奈の部屋を、夢の一つだけの夢に、あ、これあれか、これあれだ、任天堂アップデート、母つかの間の暑くも寒くもない季節、何も感じぬ幸せな日々。あー、今だね。今だね。ルーズ、この前買い物行ったら可愛いペンケース見つけてつい買っちゃってんだ、思いがけず散財しちゃった。さきちゃんは衝動買いってしたことある？朝日奈ね、衝動買いしたことある、衝動買いしたことあるよ私。なんかこの前、前何ヶ月前、もう今年入ってみたいな感じの時に洋服屋さん行ったの、安い洋服屋さん行ったらめっちゃ衝動買いしちゃった。なんか楽しかったな、たくさん。今履いてる靴も白い靴履いてるんだけど、よくその靴も衝動買いで買った靴って感じ。あつ森の関様も
いいけどやっぱりリアルな神様の方が、あーなるほどね、いいねいいね。美和に電話があるの。そう電話がある、待って待って、まだよ、まだ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 、あーこれね、ランク B、 たぬきちバンク、 OK、 まだまだまだ、とりあえずこれを入れて、そう家にここにここに電話があるの。優しいゲームで確かに感じないねこれ。ちゃんと内容分かってます、分かってます、私分かってます。あ、よしのりんありがとう来てくれて、あらあら、まりま、ま、え、追い込んだ。そう今あつ森やってます、やってますやってますやってます。あ、バルザキ来てくれてありがとう、アクアマありがとう、初動がいつもしちゃうのなんか、うれしい、うれしい、だけど、え、嬉しいじゃないですね、物販で使っちゃうのね、たくさん初動がしちゃうのね、物販で。明日も会えるの楽しみだな、ショート買い物販でいつも。ラーメンメモ物販で買っちゃいますね、嬉しいわ。あ、じゃあちょっといいですか、あ、リュウさんこんばんは、こんばんは、あ、ドラゴンさんこんばんは、こんばんは、あー、だいしょしょしょ、これをじゃあ私の部屋へようこそ。待ってどうなってるっけ自分の部屋、ちょっと覚えてないわ、楽しみですね。これ見え、え、見て、まずまず見える、まず見える、じゃあ行きます、行きます、ドキドキ、え、よくない、待って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 、ゴキブリいる、ゴキブリいる、ゴキブリいる、え、ゴキブリいる、ゴキブリいる、ゴキブリ潰してやったぜ。ではほらいいでしょ、いい感じの部屋でしょ。一人なの、いや潰しちゃった、買おう、いいですね。でアクアクララがあるじゃん、ここに、ダメないよ、すっきりね。そう、え、でね、どっちから見せようかな、じゃあこっちから、いってらっしゃい、そう踏んだ踏んだわ、あ、これもよくない、ここもよくない、ここで歌えるの、ここで歌って、ここでも歌うの、そしてここでゲームするの、ね、こんな感じよ、ここでほら、いや、つぼりのさ、あれ聞こえる？音、音聞こえますか？あ、待って、まだいる。朝日奈のソロライブまだですか？まだです、まだです、あんの、あんの、それなんだそれ、待って、え、ここね、お気に入りの場所なのに、ちょっと待って、いるよ、いる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 、あ、踏んだ、はい、こういう感じです、いいでしょ朝日奈の。そう、人体模型ね、結構一番お気に入りかも。次こっちの部屋どうぞ、こっちの部屋は、え、めっちゃいい感じだよ、こっちの部屋ほら、よくない、え、これめっちゃいいよね。え、ないんですか。え、どういうこと、ないんですよ、ないですよ、朝日奈のソロライブ
かわいいね。そう、これも一人用かわいいでしょ。そしてこれね、あね、確かにここにジーいなかった。でもあれ、あのグッズを買うのに、買う？あれ作るんだよね、あれ。そう、イースターの時に作るの、打ち取るの。なんか風船がこう開いた、風船から落ちてくるみたいな、落ちてきた卵をこう作って物に。え、いい演奏でしょ。いい部屋、これいい部屋でしょいや、久しぶりにやったからゴキブリがすごいの。はい、次の部屋行ってみましょう。個性があふれる部屋ですねはい、次上行ってみましょう。上は、はい、はい、かわいい。なに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 やった、はい、はい、縮小縮小縮小、はい、縮小はい、はい、縮小したね。イースターの卵というのは、ウジエはどこですか？イースターの卵ということは、ウジエはどこですか？え、ちょっとよくわかんない。ちょっとよくわかんない、それは。はい、こんな感じでした、朝比奈の家。ちょっと待って、下じゃないか。ちょっと待って、ちゃんと出っ歯になってるんだ。そうだよ。朝比奈ちょっと出っ歯になってるよ。ほら。かわいいでしょ、ゴキモリはい、こんな感じですよ。かわいいね。そう、ゲーム実況だよ。ゼーム月光をゲーム実況をしています。おい、朝比奈よりかわいい言うな、言うな。でも朝比奈のね、ちょっと待って、あれ、あ、ここじゃ無理なんだ。そう、今、あつ森のゲーム実況をしています。こういう感じで、でここにお墓があります。このこと、席取りたいんですけど、おーい、おい、朝日菜と取れるよ、明日。朝日菜さんのルームはこんなノリなんですねいや、あれだよ、あの、いろいろやってる、いろいろ試してやってるところです。いろいろ試、はい、ここにめっちゃ、あ、やだ、ちょっと待って、ここになんか、やった、あ、壊れた使ってないからかな。でここにめっちゃお墓を並べて、ここに、ここ貞子が出てくるやつです。待って、とりあえず作りたい、もう一回、もう一回行こう。そう、目の前に、目の前にお墓、あ、ここで行けたわ。朝比奈いろいろ持ってるでしょ。ちょっと待って、どれだっけ、あ、あった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 、いや、ないじゃん、ちょっと待って、ない。え、どうしよっかな、作らなきゃダメか、
作らないと、作らないといけない。あ、そう、まあ作るんだけど、ちょっと朝比奈のあれ見てほしい。パスポート可愛くないねえ、朝比奈のさ、朝比奈のパスポート可愛くない？ちょっと、え、やばくない？ちゃんとちゃんと出っ歯にしてるよ。かわいいでしょ。島民代表です。はい、ハベに最高ってことですね。はい、私の家は、家じゃない、島はシャキリタイ島です。前も配信で言ったけどね、いつ撮った、最初これだろ。おい、なんだなんだなんだ、この子とチェキ取りたいって、なんだなんだ。あ、硬い木材と鉄鉱石が必要ですね。硬い木材と鉄鉱石、ちょっと今日の配信は雑草を取る配信なんですけど、ちょっと待って、そこまで行け行け、進め。もっと作る。じゃあちょっと作ってる姿を見やすいように、見える？そう、今日は収納する、これいらない、収納する。え、待って、これ見たい。何もらったんだろう。母のクッション、花火大会の壁、夢見のベッド。え、なになになに、ちょっと出してみよう。夢見のベッド、あー、いいね。え、これどこに置こう。あと母のクッション、あ、ぽい、母のクッションっぽい。え、じゃあちょっと待って、どうしよっかな。あ、で、花火大会の壁に貼る。あ、こんな感じ。え、よくない？ほら、こんな感じ。でもちょっとあれがいい、朝比奈はこれがいい、壁に貼る。そう、ちょっとさ、あ、ちょっともう一回、朝比奈のさ、ポイント、家のポイント、ここにね、どうやって見せられるんだろう。わかる？ここに換気扇回ってるのと、これがほらちゃんとあるので、ここにもまた電話があるの。かわいいでしょ。そう、換気扇があるのよ。いい感じでしょ、朝比奈の。この感じだと海開きした。え、そう、したえ、なんかアップロードされてした。ということで雑草を抜いていきます。あ、待って、そこにもあったわ、雑草。まあ、いっか。めっちゃ咲いてるね、雑草。ちょっと家庭訪問する。あ、こんにちは。待って、ここにも座布団置こう。母のクッション、出た瞬間、あ、待って、もうちょっと離れるか。出た瞬間に座るの、かわいいでしょ。換気扇のボタン高くない？そう、飛んで、これを
飛んで出るの。ピンポーンって来たら飛んで電話の位置高い。だいたい高いね。なんか高いね。朝日な家高い高いわ。ちょっと待って、めっちゃある雑草本当にやだ。あ、待って飛んじゃった。ちょっと雑草とか人間ぶりしかいない。やば、これを抜いていくのがねちょっとあれなんだよね。最初これ始めた時もさめっちゃ抜いたんだけど、待って、なんかないかなこの辺。あ、なんか変なのいた。なんもないか。いや違う、めちゃくちゃずっとやってなくて久しぶりにやったの。久しぶりにやれる時間があって、こう久しぶりに、あ、待って待って、なんかいる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 、ちょっととろ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 。そう、今さ何の虫がいるか全然わかんないんだよね。あ、初めて撮った。つコオロギだって。雑草でしょ、雑草の子。あ、ここ朝日奈のお花畑。本当はこうやってやってるの、こうやってやってるの今。こういう感じ。なんか穴掘りたくなっちゃう、こうやって。あー、色合い、色配合するの、あー確かにね、色配合するのちょっとあれだよね、ちょっとわかんないよね。なんか斜めに置くとかさあるじゃん。待って、どっからが雑草でどっからがお花かわかんないんだけど。待って、え、どっからが雑草、これ雑草だよね。いや、青色の雑草ちょっと本当に時間がかかる。え、でもこれさ気をつけないと本当の花を引っこ抜いちゃうからさ、それはちょっと切ないんだよね。でもなんか熱盛の音楽ってさ心癒されるよね。え、てかもう一つみんなに見てもらいたい、なんかキャンプちょっとめんどくさいや。ちょっと待って、キャンプ、ほらほらほら、今ここにねいるの。誰いると思いますか。朝日奈まだ見てないんだよね。キャンプファイヤーみたいなところ、なんて言うんだっけ。あ、間違えた、なんて言うんだっけ。キャンプサイトだ、キャンプサイト。ちょっといるらしくて今。誰いると思いますか。お金だー。あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。また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 、なんかいる、なんかいる、なんかいる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、待って待って。あ、ちょっとめんどい。あ、飛んでっちゃった。なんだ、飛んでっちゃった。スネキチとかかと思った。いや違うよこれね。あ、かわいい。あ、なんか悩んでるよ。どうしたの。いくらで。いや高いな、ちょっと値切りたい。値切ろう値切ろう。本当に？じゃあ買うよ。これいらない？何あげよう？雑草あげよう？抜いた雑草。
喜んでくれた、嬉しい、かわいい、喜んでくれた。よくよく思うと雑草ポケットに入れるのなかなかやばいよな、本当だよね。待って待って、飛んでる、飛んでない、なんか、あ、なんか飛んでるよ。ちょっと行ってみ行ってみ行ってみよう。くるりんくるりん、あ、待って、違う違う、そういうことじゃない。モニカ追い出したくないよ。モニカお友達だよ、大事な。あ、やった、あれあれ、どうやるんだっけこれあれどうやるんだっけ、ちょっと待って、これタッチ式じゃなかった、あ、これだタッチ式かと思った、ちょっと、え、じゃあちょっと、じゃあ入ってみましょう中に。え、じゃあ朝日奈は、あーとね、どうしようかな、どうしよう、誰いるっけ、あの羊ちゃんみたいな子、羊ちゃんあは、羊ちゃん、ちょっと微妙だな、ちょっと微妙だよ、君微妙だったよ。どうですかこれ、どうですか、かわいい、喋りかけてみよう。かわいい、え、待って、かわいいかもしれない、悩むな、どうしよっかな、あ、昔いた、マフィーのところ、え、じゃあこっち来たよ、来ちゃったよ、こっち、どうしよっかな、カンガルー好き、え、じゃあちょっと紹介する、家おいでって言う、こっちおいで、住んじゃいなよ、あ、なに、ゲーム、あ、シャキさんは顔が一緒に見えたから思わずくね、映っちゃった、じゃあちょっと面白そうだ、やってみよう、こういうゲームあるよね、じゃあはい、皆さん赤と黒どっちだと思いますか、はい、どっち、はい、どっちでしょうか、黒、赤、いや、微妙、赤、 T シャツ着てるから赤で、赤、オッケー、赤、あ、そう、確かに推し赤だね、赤いや赤人気だろ、いいですか、これでこの子がシルビアが、そう、シルビアがこっちの島に来てくれるか決まるという、いや緑いないんだよ緑いないんだよ、シャツの色で、わら、あ、赤ね、茶色ないんだよな、じゃあ行きます、赤でいいね、行きますよ、あ、緊張する、緊張の瞬間です、ドゥルルルルル、黒残念残念、うち来てくれないよ、いや緑っつったんだよ、領事は赤って言ったしね、しかもね最初、待って、悔しいよ私、ちょっとね、スカインズ信用してればよかった、ちょっと待って、もう一回行こう、もう一回行こう、引っ越しておいでよ、え、なんで、ちょっと
来ました、やろう。じゃあもう一回チャンスを与えてやろう、みんな、みんなに与えてやろう。だからみんな黒って言っただろお願いします。みんな赤って言ってたんだよ、だいたい赤。あ、待って、増えたよ。ちょっとじゃあちょっとこれからハート、ダイヤ、スペード、クローバー、はい、4種類です。あ、うちのジャージ、ダンスジャージを、あ、ジャージ、ダンスジャージくれんのこれ。引っ越してきてくれないんだ。あ、まずどっちか、え、赤、そして黒、はいはい。今推しの色、推しの色を言い合う回じゃないよ今。赤ね、ちょっと赤、黒ね、スーパークローバー。なんかまずね、赤とね、あれなのよ、赤と黒だって。黒？黒ね、はい。今あー黒、そういうこと、めっちゃ面白いじゃん。はい、ちょ、じゃあ今ちょっと赤多いから赤にするよ。緊張の瞬間です。でもさっきさ、あれだったよ、赤だと思ったら、みんなが赤だと思ったら黒だったの。だからまた同じ色来るかな、これ。ちょっと赤いこう、もう一回赤。おーい、おーい、そういうこと、ダメだ、黒じゃん。ちょっとこれは負けたわ、もういいや。もういいです。もう、はい、帰りましょう。はい、帰りましょう。はい。ね、黒、黒って言ったのに、ちょっとダメだ、これ。じゃあ、あのね、ちょっとこの子ね、おしめなの、いきなり。いきなりだけど、この子おしめなの、かわいいんだよ。ロッキー。姉さんって言われてんだ。紙面なの。ね、黒連続だったね。黒にしとけばよかったよ。私は黒にしとけばよかったよ。あ、ね、木めっちゃ、やだー、ここから、え、雑草やだー。まあ、とりあえず雑草を抜くあれなので、配信なので雑草を抜きたいと思います。でもさ、やっぱ ゲームってちょっとさ、時間がね、早いよね。2ヶ月間放置してたの？うん、めっちゃ放置してて、めっちゃ、あ、ちょっとさ、朝日奈のお気に入りの場所紹介していい？抜きながら、これアイスクリーム、ここ映えるんで、映える場所、ここ朝日奈の映える場所。どこ押すんだっけ、あれ、あった、あ、ちょっとはい、フレンド、私のフレンドを紹介したいと思います。フレンド、あ、せひな、どうやって紹介するんだっけ、ちょっとむずいからいいや、ちょっとまた今度。
と待って、朝日奈のねおすすめの場所、私のおすすめの場所は、え、これいいでしょ、ここ花が黄色ってやって、こうやって飛んでこうやっていくっていう、でこういって、ここ鬼ごっこできるんでいやフレンドぼっちじゃない、フレンド7個いるよ、7個フレンド、ベストフレンドに7個います。いやここにもめっちゃいる、やだ、抜け、はい見てここにね、え待って、いいじゃない、ちょっとえめっちゃいいんじゃない、すごいいいね、ほらここに、あ公園があるの、やった、そうここにね公園があるんだよね、朝日奈のおすすめのスポットです。おい見てんじゃねえよ、何見てんだよはい、ここ、これも時計がある、これおすすめの場所です、朝日奈のおすすめの場所、そしてこんな時にブランコに座るためだけの公園、あの確かに落ち着くでしょ、でもそういうの落ち着くよね、撮ろう、あなんかいる、撮る、撮ろう、待って取れない、あえ取れない取れない取れない、いや下手すぎん、あこれ来たんじゃない、あ見えちゃったちょっとダメだ、移動しましょう、あ、そうそうそう、で、ここで家に行けるという感じですね、逃げちゃった、こういう感じ、こういう感じになってるよって感じです、朝日奈の、魚ある、9月の魚さ知らないんだよね、何がいるか、えけな、なんで見てくんないの、あなんかある、なんだふむふむふむ、竹のまり、なんだ竹のまり、竹のまりとは、あーちょっといらないや、ここら辺にさあれあるよね、いいお魚がいる、ここら辺に、あ、桃いいでしょ、桃と、え、全種類いるよ、朝日奈全種類、あ、出そう、あ、待って、なんかいる、なんかいる、あ、スズムシだ、あれかと思った、
わめっちゃある。川と海と川の切れ目にサーモン系を。本当に？ここが梨の梨がたくさんあるところ。雑草を抜きまくる配信だから雑草をたくさん抜いていきましょう。なサメいないかな。もうサメいないの9月って。桃と梨がないのです。そうなんだ。もともと何のあれだった、何の島だったの。ヌキスさん、ヌキスさん、何の島だった。これ可愛くない？これ、これ、これ可愛いでしょ。あ、リンゴなんだ。リンゴいいな。なんかリンゴってさ、レア感ない？リンゴあるよ。リンゴいいな。なんかちょっと一匹だけ魚釣りたい。みんなにできるよってところをこう。見せつけたいわ私。なんか下手、下手じゃない？下手なの？何になる？下手。よし。あ、岩粒って石台だ。岩粒ってて。あ、なんか大きいのいる。待って待って、こっちにも大きいのいる。ちょっと待って。まずこっちから行こう。これ高いよね確か。そしてこっちに魚、あ、待って、見てるかな。あ、危な。鈴木だ。鈴木かよ。なんかいい感じの。プシュ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 。雑草を取りまくれ。雑草全部取ったっけ。まあ取ってないよね。なんかめんどくさいところあったんだよ雑草。どこだっけ。あー、ここ雑草かお花かわからない欄。あ、間違えた。まあいいか。そういうことなんだよな。今ゲーム実況風なやつをやっているよって。ああ間違えた。拡散してください。ああ間違えた。初めての試み、どんな感じかをやっています。拡散してね、ツイッターでやってるよってツイートしてください。
再起動する頃にはまた咲いてるから大丈夫よ。あ、確かに確かにね、お花咲くよね。え、でもさ、ここのさ、抜いたお花がさ、抜いたお花どうしようって思うんだよね。どうしようかな。雑草もないよね。え、これでさ、なんかちょっとあったりとかするとさ、あるじゃんってなるんだよ。あ、あった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 。え、なんか落ちてる。あ、あ、びっくりした。え、虫だった。めっちゃびっくりした。自分に押し付ければ OK。 あ、まあ確かに確かに。でもさ、住人のプレゼントにめちゃくちゃお金かけちゃうんだよね、朝日奈。めっちゃ高い王冠とか前あげた、お気に入りの子に。はい、どうぞって。こっち見て、お魚さん、こっち見て、こっち見て、見て見て、こっちち、こっち向いて、こっちち。やったー、当たった。うちの島の方が可愛いキャラたくさんいるな。ほんとに。あ、これ初めてだ。シャケー、やった。え、マフィン何いるの？マフィンのあれは何いるんですか？ちょっと腕疲れちゃった。ちょっと腕、腕疲れちゃった。何いるの？あ、22時26分、ありがとう。そう、そういうことよ、そういうことよ。え、起動する。これとこれ寄贈して、化石の鑑定。めっちゃ化石持ってるやん。これでしょ、これでしょ。あ、全部売れるんだ。やったー。そう、継ぎ癖あるのよ。めっちゃ貢ぐ。めっちゃ貢いじゃいますね。すごい貢いじゃいます私。ドレミとチャチャマルとスズミ。あー、かわいいね、かわいいね、かわいいね。いいな、今度見たい。あ、待って、ちょっと紹介したいです。私の推し第2号。まあどうせ用を果たした後は便座は下げろよとか、そういうくだらねえ理由だろうよ。かわいい、かわいいの。あ、わかる？継ぐ癖あるのよ。いい感じだね。わ、なんかすっきりした。じいちゃんも消せたし、雑草も消せた。いいですね、いいですね。朝日奈の
島はこんな感じです。私のオタの感覚と一緒なんでしょうね。あーまあ確かに一緒かも。なんか好きなものを集めたい気質がある。アセヒナ好きなものだから、なんかそのワンピースのカード、なんかお菓子についてるカードみたいなあんじゃん、それも集めたくなっちゃうと。グッズとかもめちゃくちゃ欲しくなっちゃうんだよね。なんか時計とか今コラボしててすごく欲しいなって。あとメジャーっていうアニメも好きなんですけど、そのアニメのなんか帽子とか欲しくなっちゃう。よし、もうない。あーすっきりした。ということで、すっきり、私はもうすっきりしました。はい、すっきりした顔、かわいい。ということで、すっきりしたところで告知をしたいと思います。皆さん一緒に雑草を抜いてくれてありがとうございます。明日9月5日9月5日アルタキースタジオさんで TA 女子お客さん入りのライブをします。で、 TA 女子の出番が15時50分から16時10分からとなっております。で、物販が16時45分から17時45分です。で、その間になんかライブが終わったあとすぐに3分間だけトークがあるんですけれど、トークまでお楽しみください。そして配信も明日見れるよということです。はい、こんな感じ。はい、3部にねあります。しかもその日、明日は30名様限定とのライブとなっておりますので、まだ予約できるのかな、できると思います。ぜひぜひご予約お願いします。で、その後にね、トークポートがあって、トークポート×リリーベですね。で、19時から配信です。19時から配信で、20時からトークポートが開始されるんですけれど、明日の枠は5分枠のみとなっております。で、5分枠は CD3 枚プラスその時のチェキ、その場のチェキプラス証で50ポイントです。そしてなんか CD さ買うとさ、送料がつくじゃないですか。これは送料込みなので、ぜひぜひお得枠となっております。トークポート、はい、で、明日の衣装ね、懐かしい TAT シャツですので、まだ見たことないよって方もぜひぜひ、あの時期思い出すな、エモいなっていう方もぜひぜひね、チェキをゲットしていただけたら嬉しいです。で、明日もそう、最近なんか特別特典みたいなのあるじゃない、なんか同じメンバーを3枠購入ごとに落書き写メプレゼントということで、明日もその落書き写メプレゼント
されるので、ぜひぜひ同じメンバーを3枠以上買ったらお得だよという感じです。はい、で21時から、今日の21時から予約できるので、ぜひぜひ予約してみてください。初めての方も大歓迎です。のでお話ししよう。あ、そうだ、で明日も CD と CD じゃない間違えた明日も配信と同時進行のトークポートなので、そうです、おトークポートとなっております。いや違う、おトーキポート、おトーキポートとなっております。ぜひぜひね、マジでお得枠なのでお電話しましょう。間違えた、トーキポートって何ですか？おトーキポートです。トーキポートはある方が間違えてツイートしちゃったあれです、伝説のトーキポートです。そしてね、どれだ、ちょっと待って、明日もトーキポートあったんだ、そう、のきさんあるよ明日も。そうなのでお話ししたい、初めての方も大歓迎です、大歓迎だよ。ちょっと待って、そう、トーキポートだよ、だだいかんかきくげ大歓迎い大歓迎だよ、大歓迎だよ、はい、大歓迎と言っております、この子もなので明日ね、ライブの後でもいいですし、空いてる時間待ってます。そう、あのね、今ねラジオ配信風、ラジオ配信風のゲーム実況風のショールームをやってました。そう、朝日奈のあつ森、あつ森知ってますか、集まれ動物の森の島を紹介したり、雑草抜き配信です、それをしていました。 HK さんありがとう、来てくれて。そう、で、あさってもあります、冬季ポート。そしてそしてそして19時じゃない、9月13日日曜日、ヨアニステーションさんの4部に TA 女子出演します。はい、こんな感じ、19時40分からライブ、20時50分から物販となっております。はい、なので今チケットが残りわずかなので、日曜日空いている方ぜひぜひライブ見に来てください。初めての方でも大歓迎、マジで大歓迎、本当にお友達も連れてきてもマジで大歓迎です。あ、そうだ、キースター変わったよね、5部、え、キースターじゃないっけ、あ、いいよ、いいよ、あ、はい、失礼いたしました。そして9月21、22、イエーイ、やったー、ということで、はい、こんな感じ、はい、こんな感じ9月21日、え、ね、タルル行こう、
取れる？もう迷ったら行こう。会いたいわ、会いたいわ。行きましょう、行きましょう。あ、ドラゴンさん、京都行くかもしれんけ。嬉しい、来てください。京都、京都 TA 女子と旅行しようね、ということで。はい、9月21日こちらはしごライブとなっておりましてね、京都 KSB ホールさんで一部からライブがあります。で、出番が11時30分からです。で、2軒目京都FUNJ ファン J さんで2部ライブがあります。でこちら出番が15時25分となっております。で、2つとも物販がありますので、じゃひじゃひけだら。で、次の日22日ね、こちらも同じ箱ではしごライブです。で、1つ目が2部、出番が15時15分からと、3部18時20分からあります。え、嘘、ファン間違ってる、ファン J 間違ってました、失礼しました。ファン J、 これ U に見えるじゃん、 A だよ。ということで、さあこちらの2つとも22日も物販がありますので、ぜひぜひ遊びに来たら、遊びに来たら。あ、ちょっと縮小しないで、縮小しない。あ、明細さん久しぶり、こんばんは、こんばんは、久しぶり。明細さん、京都来ますか？明細さん、京都来ますか？京都です。危ねえ、縮小されるところだったわ。って感じですよ。わかりましたか？え、トルル、迷ってたら来てください。明日？京都？トルル京都で迷ってんの？京都行こうかなって思ってくれてますか？あ、京都検討中でございます。ぜひぜひ来てください、明細さん。ちょっとTA 女子のレベルアップした姿を見てほしいです。え、待って、テストそれもしちゃった？ちょっと嫌な顔の絵文字使ってるわね、領事さん。あ、トルル京都？え、マジで来よ、トルルルルトルルルルルル、楽しいよ、楽しいよ、来て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 、京都、しかも京都美味しい、美味しい食べ物もありますので、ぜひぜひ。はいはい、大歓迎、ご新規の方も大歓迎ですよ。 TA 女子のライブ、あの有田ジェネレーションさんで使われた、使っていただいた指さされヒーローも聞けちゃうかもよ。そうです、聞けちゃうかもしれないので、ぜひぜひ会いに来てください。いや、直接会えるって素晴らしいですね。ってことで、直接会えるライブが9月5日、9月13日、9月21日、22日となっております。今のところ、なので会えるときに会いましょう。
つ森はバイバイ。はい、終わり。ということで、ま、明日のキースタジオさん、まずね、9月に15日じゃない、9月5日そう、京都タワー以来だ。そうそうだね、京都行くの久しぶりだな、本当に久しぶり。え、めっちゃ、え、もうね、もう八つ橋食べまくろみんなで八つ橋食べまくろ、あと抹茶のねやつ食べまくりましょう。はい、明日、これ明日会えるライブです。でこちら30名様限定なので、じゃあ来た。でその後トークポート懐かしい、あ、 TA T シャツもう予約できますよ、連れ出してください。はい、これ同時進行なので枠が入ってないと永遠に配信に出ちゃいます。イエーイではないですけど、そう、画面外に連れ出してくださいという配信です。この配信は感じです。皆さん分かりましたか？分かった方パチ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 とお願いします。記録が終わりました。またいつでも遊びに来てくださいね。分かりました。いや、やってないとすごい重いね。ちょっと電源オフということで、明日9月5日それでその後のトークポート、そして9月13日そして9月21日22日の京都遠征、皆さんに会えるのをお待ちしております。はい、 お待ちしておりますということで、本当初めての試み、あつ森のゲーム実況っぽいショールーム配信、来ていただきありがとうございます。マジで何かまた違うゲームをしてみたいなと思うので、おすすめのゲームあったらちょっと教えてください。なんか今携帯のアプリでこうゲーム実況みたいなのができるアプリがあるよみたいなのがちょっとあるらしいので、なんかちょっとやってみようかなって思います、そのアプリ。なんでなんかちょっと一回やってみてどうなのかって感じで、もしかしたらそっちでまたやるかもしれないので、またショールームでもやると思うのでぜひ見に来てください。喋りが上手くなりそう、なんか熱盛初見すぎた。そう、ちゃんと見ました、朝比奈の部屋の感じとか。
いい感じだったでしょ。感じた、どうでしょう、教えて。京都の22日の物販何時に終わるるる、終わるるる、ツイッター、ツイッターに書いてなかったっけ。まあ、確認してみます。それはツイッター確認してみて、それか明日聞きに来て、りょうじ明日会えますね、りょうじさんね。何言おうだって言わだってやめだよ、会えますね、明日聞きに来てください。残念ながら配信全体ホーム得てない、録画してくれてるじゃん、きっと。なのでその時にじゃあしっかりじっくりちょっと見てみてください、隅々まで。ということで、とりあえず集まった女子、略して TA 女子の、ありがとう、途中自己紹介途中だけど、20時25分までの予定らしいですよ、だってりょうじ。です、はい、とりあえず集まった女子、略して TA 女子の黄緑担当、切り込み隊長朝日奈咲でした。ありがとう、長い時間見てくれて。また明日9月5日キースタジオさんでお待ちしております、お待ちしております。あとトークポートもね、お待ちしております。もう予約ができますので、ぜひぜひお話ししましょう。初見さんも大歓迎です。めさい京都待ってますよ。ということで、ありがとう、バイ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 、手振ってる、バイ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 、ありがとう、休み、いい目見たね。はい、帰る帰る、バイバイ、休み、おやすみ。Do do 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 do